はい、どうもトラキチの無課金ハオロード12球団編です。今日でログインが、500日目ですね。はい、現在2021年4月21日の、15時58分なんですけども、今回はですね、契約書の方をちょっと開封したいなと思います。A ランクの、これですね、 A ランク契約書期待の若手これ1枚と、あと A ランク自チーム契約書1枚と S ランク確率 10% 契約書これ1枚、合計3枚ですね、開封していきたいなと思います。はい、その前に、今日からプロスペ応援団来てます。はい、ランキングイベントですね、タイムスリップ第1弾の選手が取れる、 S ランク選手が取れるんですけどね、累計報酬で、報酬の方ですけども、A ランク TS 契約書が1枚と A ランク TS 選択契約書ですね、これが1枚2枚3枚ですか、3枚ですね、3枚ありましたね。はい、で最後に S ランク TS 契約書、第1弾ありますんでね、これきっちり、まあガチャもしませんし、走ることもしないんですけどね、累計にかけていこうかなと思います。欲しい選手ね、何名かいますんでね、ちょっと後で、欲しい選手確認したいなと思ってるんですけども、ランキングイベントということで、一応走ればね、2万円でしたっけね、2万円ぐらいで、今ここですね、ここで TS 選択契約書、欲しい選手取れるんですけども、今回は、走らず、ガチャもせず、累計頼みでいこうかなと思ってます。はい、頑張って1週間のイベントやっていきたいなと思います。はい、それではですね、累計報酬でね、取れる S ランクタイムスリップ第1弾の選手で欲しい選手なんですけども、まずは何といってもこのソフトバンクの澤手選手ですね。はい、このアカウント12球団編ということですけども、純正はソフトバンクで組んでますんでね、そしてこの澤手選手は去年のタイムスリップのね、澤手選手を極めで持ってますんでね、ぜひ、来てくれればね、極めで継承もできますし、あと称号もつけれますんでね、9位90以上の S になりますんでね、ぜひ来てほしいなと思います。あと欲しいのがこのヤクルトのバレンティン選手、ソフトバンクのね、バレンティン選手を極みで持ってますんでね、こちらもね、こちらの方が全然能力高いんでね、ミート81ありますんでね、パワーも89ということで、ぜひこのバレンティン選手も来てほしいですね、継承したいですね。で、あと中日の福留選手、僕阪神のね、福留選手 S ランク1枚と A ランク2枚持ってますんでね、累計の A ランク TS 選択契約書A ランクの方でね、3枚ありますんで、極みにもできますんでね、福留選手もぜひ来てほしいですね。守備がライト A、 弾道高弾道、ミート84、パワー80、走力73ということでね、非常に強いので、福留選手も欲しい選手かなと思います。はい、こういう感じですね。一番欲しいというか、欲しいのはこの3名ですね、ここが一番欲しいかなと思ってます。他にもね、結構強い選手とかもいますけども、この12球団編で欲しいのは澤手選手とバレンティン選手と福留選手という感じですね。はい、頑張ってプロスポーツエンダーやっていこうかなと思います。それでは、契約書いきたいなと思います。まずは A ランク期待の若手いきますね。これはもうソフトバンクの、これですね、一番上杉山選手、ぜひ来てほしいかなと思います。いきます、 A ランク契約書期待の若手杉山選手お願いします。さあ、 A ランク自チームはね、ちょっとランダムボックスで来なかったんですけども、この A ランクランダムで杉山選手来い。高木選手、セーブですね。はい、杉山選手来てくれませんでしたね。はい、残念です。それでは、A ランク自チーム契約書いきます。これはもうソフトバンクで引くんですけども、グラシアル選手が一番欲しいです。グラシアル選手が今2021シリーズ1の S ランクをトツ3で持ってますんでね、リーグオーダーにも入ってますんで、ぜひ来てほしいかなと思います。グラシアル選手お願いします。来い。さあ、ここのところずっとね、A ランク自チーム契約書はソフトバンクのグラシアル選手狙ってるんですけども、なかなか来てくれないんで、今回こそ来てほしい。栗原選手はね、S ランクを持ってなくて、これで A ランク8枚目くらいかな。結構溜まってきましたね、A ランクで、ね。早く S ランク欲しいですね。はい、残念。グラシアル選手、なかなか来ないですね。はい、それでは S ランク確率 10% 契約書、これいきたいなと思います。これはもうとりあえず S ランク来てほしいです。はい、いきます。S ランク確率 10% 契約書、
お願いします。安らこい。んいや渋いなおい。あ赤ないか。割れろか。割れへん。坂口選手、ヤクルトですね。S ランクも持てないですね。S ランク持てないですね。はい。渋いな。厳しい。はい。まあまあ、しゃあないですね。はい。はい、頑張っていきます。今回こんな感じですね。ポルスピ応援団、1週間のイベント、累計のね、タイムスリップの第1弾で、星選手ね、サホテ選手、バレンティン選手、福留選手といますんでね、頑張って累計取っていこうかなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金ハオロード12球団編でした。